どうも皆さん、山口学人です。今回の動画はですね、動画というよりもこれは音声ファイルと言っても過言ではないでしょう。映像はおそらく、何かあるとすれば僕の今までのプライベートの写真の、スライドショーみたいな感じの、手抜き動画になってるかもしれません。あくまでね、タイトルにある通り作業用雑談ということで、需要があるかないかは一旦置いといて、なんかあれじゃないですか、こう、ね、今コロナでみんな家にいるじゃないですか。で、家にいるとね、なんかしなきゃいけないわけで、しなきゃいけないとか別にしなくてもいいんだけど、勉強したり作業したりとか、僕の場合は絵描いたりとかね、描いてませんけど、しなきゃいけないわけ で、そういう時に、なんだろう、音楽聴くのもよしだし、なんかこう、おのおの集中する方法はあると思いますけど、そのうちの一つとして、こういうね、誰かが喋ってるっていうの、なんかそういうのが落ち着くとか、なんか集中できるみたいな人、中にはいるんじゃないかなっていうか、そういうのありませんね。なんかこう、誰かなんか聞きながら、人の声を聞きながらやると集中できるとかって。僕はそういうの思わないんですけど、せっかくなんでね、やってみようかなと思います。はい。こういう企画をやる以上、ちゃんとしたマイクを使ってね、クリアな音質でやるのが筋だと思うんですけど、私今使ってるマイクは、Amazon で2000円で買った中国製のピンマイクですね。もうちゃんとしたガンマイクとかじゃなく、胸に今つけてます。特に動くわけでもないのに、胸につけてベッドで仰向けになって、部屋を暗くして、喋ってます。もうワンチャンこのまま寝落ちして、僕の iPhone のストレージが爆発して没動画になる可能性も余震場ありますけど、ちょっとね、僕の気力が持つ限りやっていこうと思っています。はい。で、今回は、トークテーマじゃないですけど、多摩美術大学にね、僕多摩美術大学の、絵画学科の日本画専攻に、美術学部の日本画専攻、ちょっと僕自分その辺よく分かってないんですけど、今今年で2年生、1年生として1年間通って、今年2年生っていう感じなんですけど、ひとまずね、1年間多摩美に入って、キャンパスライフを送ってみて、どんなんだったかなっていう話をね、今日はしたいなと思ってます。でもうちょっと早い 1,2 月ぐらいのタイミングでやれば、新しく多摩美に入る人たちの、モチベーションになったのかもしれないんだけど、そういうね、計画的なこう動画作り、そういったこと僕できませんから、フィーリングで思いついたのでやってます。ただね、今今年1年生として入ってきて、で、まだね、今こういう状況で授業行けないしアトリエも使えないって中で、皆さんおのおのがこうね、早く始まったらこんな風に大学生活を送りたいとかって、考えてると思いますけど、そこをね、そのイメージを膨らます、一つの手伝いはできればいいかなと。体のいいこと言ってますけど、本当にただの思いつきです。はい。何から話したらいいんだろうって、もう何も考えないで喋ってるんで、ちょっともう行き当たりばったりの、本当に雑談で、これもう雑動画なんでね。そういう感じで、進めたいと思います。こういう、うだうだすいませんね。本題入りますけど、なんとなく時系列順に喋っていこうかな。入学式がね、まず、4月4日かな？覚えてねえや。入りましてってなんだ。でも俺ね、どっから話したらいいんだな。俺、賛同してるんですよ。僕のこと知らない人は、今、軽く説明してみますけど、僕、賛同してるんですね。賛同して、多摩美入ってるっていう、そのバックグラウンドも知ってないともしかしたら分かんないことあるかもしれないんで、一応説明しておきます。はい。で、なんとかね、三浪っていう、壮絶な期間を経て多摩美術大学に入り、で、最初に入学式でね、びっくりしたのは、多分普通の大学と同じように、大学のその敷地内入ってって、で、体育館に集められるんだけど、さっき言ったように、俺だったら日本画専攻、他の人だったら例えば油絵、油画専攻とか、デザインのどうのこうのとかって割り振られて、体育館にこう座らされるんですよ。
入り口になんかそういう看板みたいなのがあって、で俺の日本画専攻は、一番ステージに近い前の、ステージから見て右側の、ゾーンだったわけよ。で俺も入っててさ、まあ一応ねスーツもちゃんと着てさ、まあ、こう意気揚々と、まあ、夢のキャンパスライフですから入っていってさ、で日本が奥かと、まあ、奥っていうかね、まあ、一番ステージ側かと、まあ、スタスタ歩いてって、で俺がね着いたのはねそんな早くなかったんだよね、割と遅めだったんだけど、バーってその日本側のゾーン着いてこうふわっと、まあ、一応ねまだ初対面である意味そのクラスメイトとパッて見て、で男がねその2人しかいなかったっていう、まあ、そのゾーンに、でおすげえなと、で俺がねほら もっとさすげえなんかね、あ会場してすぐ入ってたら、まあ、分かるけど、ね、割と遅めに入った男2人しかいないから、うわやばいと、俺らの代ヤンキー男しかいないと思ったって最初さ、もう時間なんか守れないっすよみたいな、ルーズもう時間にルーズ当たり前みたいな男しかいないのかと思ってさ、うわ終わったと思ったんだけど、まあ、俺なんか本当にもう光り物も光り物昇進者のもうドブネズミみたいな男だから、もうそんな風にね不安になりながらも入っていったわけです。でまあ一応一人ね男の子が隣空いてたからそこ座ってどう思うみたいな、まあ、軽い会釈なんかしてで待ってたんだけど、そっからね入学式始まるまでに男の人が一人も入ってきませんでした。でこれは全員が入学式を欠席したんじゃないんですよ、僕以外の2人、僕含め男3人しかいなかったんです、日本画には。これ多分ね、まあ美大のこと知ってる人からしたらそんな違和感ないかもしれないけど、まあもし、ね、全然知らないって人がこの話聞くとえって思うでしょ。日本画専攻には僕らの第1年生男3人しかいないんですよ、すごくない？ただまあ全体の母数がまあそもそも40人しかいないんだけど、まあ、そうは言ってもね40分の3人だからね男、それはまず衝撃を受けたね。絶対この空いてる席に男来るんだろうと思ってずっと待ってたんだけど、もうね待てども待てども一向に女の子しか来なくて、で最後唯一俺の右側空いてたんだよ一つだけ、したらでここ絶対もう絶対男だと思いながら待ってたら、そこただの余りの席でもう誰も来なかった、ええー、なんて思いながら、まあ、隣にいた男の子とね喋って、でその男の子は現役生の男の子だったんだよ、だから同じ代だけど俺三浪してるから3つ年離れてるわけ、だから高校とか中学校かぶってないんだよね、2歳差までじゃんかぶんのって、そうだから俺が一浪の時にやっと高1になった男の子と、まあ、大学1年生で同じになって、しかも男3人しかいないみたいな、もう一人の男の子は二浪だったから俺の1個下なんだけど、まあもう開幕そわそわだよね、なんか大丈夫かみたいな、そこはほんと衝撃受けたな。まあ一緒のね予備校に通ってた子が何人かいたから、もう最初はそういう子たちとまあ集まって、まあ別に俺以外の子もそうだよね、みんな各々の予備校の人たちととりあえず集まって、でまあ履修なりなんなり決めたりしてさ、まあみんな多分不安だったと思うけど、まあ最初はそんな感じのスタートでしたね。そうで、俺学年のリーダーなんですよ、1年生っていうか、そう俺らの代、まあ、令和元年生だよね俺ら、多摩美術大学日本画専攻令和元年生のリーダーなんですよ。でまあなんとなく男の子がリーダーになるっていうなんかこうなんつったらいいの、風習じゃないけどがあるみたいで、まあもちろん女の子がなっちゃいけないってことじゃないんだけど、俺ね三浪で割と年長だったし、なんつったらいいの、研究室の助手さん、普通の大学にその助手さんっていう人いるのか俺ちょっとよくわかんないんだけど、まあ OB だよね、言ってしまえば玉美の OB みたいな人がいて、まあ割と教授たちよりももっとこうよりなんか親密に俺らの学部生の子世話してくれる、まあ、お姉さんお兄さん的な人たちがいるんだけど、まあその人たちからもじりじりに山口くんリーダー興味ないって言われて、はいみたいな、俺も正直覚悟してたから、あいいっすよみたいな、まあ、いいっすよとは言わなかったな、僕は別にいいんですけど、このクラスの子がいいっていうかちょっと分かんないですねっていう、なんかクソ気持ち悪い回答した、すぐ覚えてるその時のこと。でまあなんとなくリーダーになり、
で、まあ、リーダーって言っても別にね、そういう研究室とか助手さんから来るメールをクラスラインに回すとか、まあ、正直それぐらいしかすることないから、まあ、別にリーダーでも何でもないんだけどな。そう、まあ、それも決まり、まあ、履修もね、7年間で決まって、なんだろうな、話すこと次なんかあるかな、まあ、クラスで仲良くなるあの雰囲気、なんかすごい新鮮だったね。要はさ、三浪もしてるとさ、なんつったんだ、まあもちろん予備校も行ってしまえば学校だから、まあなんかそういう雰囲気もあるっちゃあるんだけど、やっぱちょっとさ、普通の学校とは違うじゃん。なんか大学のなんかその新しいクラスでなんかこう徐々に友達増えてくあの感じ、むちゃくちゃ久々だなと思って、なんか新鮮な気持ちってかな、懐かしい気持ちか。で、なんか毎日送って。で、最初っていうか、まあ、今更だけど、まずね、前提として、俺ね、学校大好きなの。もうそれ昔からそう。小、中、高。ずっと俺学校大好きで、なんかずる休みとか、しようと思ったことすら一回もないの。まあ別に、まあ当たり前なのかもしんないけど、大好きでさ。だからもう大学もね、もう言わずもがな、大好きなのよ。もう超楽しいわけ。もう朝行って、もうクラスに誰もいない時間にもう俺一人だけクラス入って、で、なんかまあ絵描いたりとか、まあ、絵描かなくてもなんか部屋の掃除とかしながら、なんか それすら楽しかったみたいなさ。まあまあ、ちょっと半分病気なんだけど、それ俺の。そう、まあ楽しかったね。なんか友達もできつつ。うちのクラスの子も、まあ美大、まあ美大生だから、変わってる子が多いかって言われると、まあ、ちょっとそれはそれで分かんないけど、まあ、変わってるやつは突き抜けて意味分かんないよね。まあ、前にね、動画で、いろいろね、俺の昔の友達の話とかしてるの見て、そのクラスの子が、私の話していいよって言ってた子が一人いたんで、まあ、まあね、一番、まあ、俺の友達の中でも代表的に、その、ちょっと頭が、ね、ちょっとおかしい子が、まあ、いて、まあ、我っていう子がいるんだけど、我って、まあ、その時点でどういうことって感じだと思うんだけどさ、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、その子の一人称が我。で、あだ名も我っていう、まあ、もうその時点で意味わかんない子がいるんだけど、まあ、ほんとその子は、なんか多分、なんか昔どっかにね、多分なんかそういう、自分、自我を保つ、なんか脳の一部をね、まあ、なんかどっか落としてきちゃったんだと思うんだよね。もう当たり前のように自分のこと我っつってて、で俺らも当たり前のようにその子のこと我って呼ぶんだけどさ、まあ、その子とね、最初にね、俺が割と仲良くなって、で、まあ、それきっかけで結構ね、いろんな友達できてたんだけどさ、まあ、我とのなんか出会いですかとか話すと、まあ、そんなこの話誰が聞いてて誰がおもろいのか分かんないけど、まあ、本当雑談なんでね、なんか机の隅にスマホを置いて垂れ流しておいてください。我はね、との出会いはまず奨学金の説明会っていうのがあって、まあ、俺三浪もしてるからさ、まあ、要は家庭的に裕福なわけじゃないわけですよ。もうね、3年間予備校3年間分学費払っちゃってもらってるし、だからまあ必然的に奨学金を受けざるを得ない状態なんだけど、まあ、我もまあそういう感じの家庭っていうかね、まあ、奨学金を受けるっていうことになっててさ、まあ、説明会に行くわけですよ。で、その時はまだ俺と我全然何の接点もなかったし、なんとなくこの子日本画の子だなってぐらいしか思ってなくて、まあ、多摩美術大学にある A ホールっていう、まあ、ホールがあるんだけどさ、もう映画館みたいなすごいちゃんとした施設があって、まあ、そこに座るんだけどさ、まあ、何せね、まあ、その A ホールがものすごい居心地いいの。多分普通の大学の講義室とかの比じゃない。もう椅子もクッションだし、本当に映画館みたいな感じでさ。で、前の座席のその背もたれのところにちゃんとテーブルもついてて、まあそれは普通か。そうそう。でもそこに肘を置いてさ、もうそんなんしてたらもうね、クソ眠くなるわけよ。ね、だから奨学金の説明会って、まあ奨学金なんてさ、別にふざけるもんじゃないからさ、もうものすごい大事なもんだから、みんな真剣に聞くんだけど、もう俺ちょ、もう爆睡しちゃったの、奨学金の説明会を。完全に寝てて。で後半ギリギリになって起きて、まあ、あれこれちょっとやったけどもう全然わかんなくて、やばいやばいと思って、でなんとなく後ろの方になんか日本画の子座ってたなと思ったのが、まあ、我だったんだけど、で次の日、まあ、オリエンテーションみたいなことを聞いた後、まあ、我のとこ行って、もう恐る恐る
すいません、昨日奨学金の説明会行ってましたよね。僕も行ってたんですけど、ちょっと僕爆睡しちゃってて、すいませんけど、ちょっとどんな感じの内容だったかざっくりでいいんで、話聞かせてもらっていいですかって聞いた。恐る恐るね、もうほんと下小物腰低く聞いたら、我もよくわからなかったと。で、一緒にいた女の子がちゃんと聞いてたから、その子に聞いてっつって、そのもう一人の女の子に聞いて、なんとか僕はその奨学金の、手続きあれこれなんとか無事終えることができたんですけど、そういう感じの子なんですよね。起きてたんだけどよく分かってなかったっていう。でもね、我はね、見た目はね、結構シュッとしてて、だからね、ちゃんとしてそうな子なのよ。なんかこれできる OL みたいな感じの雰囲気で最初の感じとか。ところがどっこいね、蓋開けてみたら、なんかもう何言ってんのか全然わかんないみたい。いや、これ聞いたら我ちょっともしかしたら怒るかもしれないけど、聞いてたらごめんなさい。全然悪口じゃないです。むしろものすごい好意的だからこそ、こういうね、言い方になっちゃうっていう。愛の無知ですよ。もう、あれはね、なんだろうな。常識が通じないというか、やっぱり僕の思ってる常識っていうのを、やっぱ我に押し付けちゃう。何でもそうだよね。やっぱ自分の常識を人に押し付けるって良くないなっていうことをね、すごい痛感させられるんですよね、我と喋ってると。ある時ね、僕が、大学内のコンビニでね、お昼ご飯を買うと。で、我も一緒にいたんだけど、で、俺がレジでお会計するとこ隣で見てて、で、いくらだったのかちょっと覚えてないけど、厳密には。大体、例えばなんだろうな、413円みたいな、そういう感じだったんだよ。で、俺が500円玉1枚と、確かね、13円を払ったんだったかな。500円玉と50円玉と3円とか払ったのかな。ちょっとその辺覚えてないんだけど、それを見てね、なんで今その細かいお金出したのって聞かれて、ってなるじゃん。普通じゃん。お釣りはね、細かくするじゃん、普通。それでもそれがなんか我はね、わかんなかったらしくて、それなんで今出したの、なんで今出したのっていうか、なんで今すぐバッてそのお金出せたのって言われて、で、今ね、普通に今その計算してね、その端数分のお金出しただけなんだけど、なんかその感覚が我には分かんないと。それで教室に戻って、自分の脳、俺のノートに、ちゃんとこう、板書して、こういうことなんだよって、ちゃんと説明して、やっと理解してもらえたのかな、あれ。そういう子。で、またある時はね、俺がこう授業を受けて、アトリエ戻ってきたら、我がこう、結束を変えて、バーって来て、ガクトさん、アフリカって国じゃないの知ってました？もうとんでもない発見したかのように俺にそれをね、キラキラした目で言ってくるわけよ。で、俺ももうちょっとこう、何も言えなくなっちゃって、もう唖然として。なんで説明したらいいのかわかんなくてさ、アフリカは国じゃないよって言ってもさ、ね、ってなるでしょ。だからこう、まずまたノートにさ、世界地図ざっくり書いて、で、まず、ね、世界の大陸 六大大陸っていうのかな、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア、南極大陸かっていうのをまずこうざっくり書いて、で、これまずわかるっつったら、まずそれが一個もわかんないんだよね。そうで、しまいにはそのなんつったらいいのかな、なんかこうもう日本の周りの国ですらなんか配置よく分かってなくて、なんかどこだったか、インドをね聞いたんだよ、俺。インドってどこか分かるって聞いて、そしたらなんかね、ヨーロッパの方指しててさ、その時はやっぱすげえなと思って、そっか、すごい説明して、でただ余談って言ったらあれだけど、近くにいた女の子に聞いてくれよと、我はアフリカ大陸が国だと思ってたらしいぞって話をしたら、その子も、そうなんですかって言ってたから、もしかしたら美大にいる子って、半分ぐらいそういう感じなのかもしれないんだけど、そんなね、我と仲良くなり、それきっかけで、友達ができ、なんかこう、徐々に、大学生活がスタートしたわけですけど、なんかこのペースでいくとあれだな、とんでもない時間の動画になりそうだな。
これちゃんと声入ってるかな、声ちっちゃいかな、なんかさっき言ったように暗い部屋で喋ってるから、なんかこれリラックスしすぎて声ものすごいちっちゃくなってるかもしれない。であと僕あの幼い頃から人より唾液の分泌量が異常に多いんですよ。だからこうゴクンとかなんかそういうなんか咀嚼音的な音、ものすごい不快かもしれないんですけど、そういう人はね今すぐブラウザを閉じてしこって寝てください。本当に唾が昔から多くてさ、ちっちゃい頃俺がまだハイハイ歩きだった頃、俺がハイハイした後ろを俺の父さんが雑巾持って床拭きながら追いかけてたらしいから、本当に凄まじい分泌量なんだよね、ちっちゃい頃から。それすいませんだからそういう人は。はい、でなんだっけ、我と友達になってさ、まあ別に我と友達なんだら別にそんな掘り下げなくていいんだけど、で次なんかイベントあったかな、まあね普通に絵描いて、まあ最初はね、昨日じゃない1個前の動画で1年間のね作品の説明しましたけど、最初に百合の絵を描いて、次に動物か、好きな動物を描いて、流れでなんだろうな、印象に残るオープンキャンパスとかかな。まあでもオープンキャンパスも別に特に話すことないかな。あるとしたらあれやね、なんかね1年生のイベントとして5月の終わりぐらいだったかなに、山中湖にね合宿っていうか、なんかなんあれ何なんだろうな、一応なんかこのスケッチしに行くっていうなんか名目なわけよ。で玉火がねもうね山中湖から歩いて 2,30 分ぐらいのところに、もう玉火の施設を持ってる土地を持ってて、そこになんかもう別荘みたいなのがあるんだけど、まあ、1年生はその時にね日本画の1年生だけで、まあ、1泊2日でさ、まあ、そこを貸し切って、まあ一応ね、まあ、スケッチ研修合宿みたいななんかそういう名目で行くんだけど、まあ大体みんな特に書いてないんだけどね一応みんな書きに行きましょうねって外出るんだけど、まあ、特に何も書かず帰ってくるみたいな。まあ僕はちゃんとめっちゃちゃんと書いたんだけど、偉いんで超真面目だったから書いたんだけどさ書いてで、ね帰ってくるのが今夕方ぐらいに帰ってきて、でみんなでご飯食べて、もう一つのなんか食堂みたいなところでご飯食べて、でお風呂入って、でなんかねなんつったらいいんだろう、まあ、みんなが座って集まれるような多目的ホールみたいな、それもその施設の中にあるんだけど、でそこでお菓子と、まあ、お酒だったり飲み物だったりで、まあ、初めてこうみんなでなんか飲み食いするみたいな会があってさ、で教授ももちろんいるんだよねそこで。で、まあ、最初はみんなで集まってこうまあバーバー騒いで、ね、なんか、まあ、大体さ、まあ、みんなそうは言ってもさ仲いいグループに分かれてくるわけよ。で夜も更けてきて、でまあ就寝時間っつって、まあ、みんなおのおのこう部屋に戻って寝たりするんだけど、まあ、俺とまあ俺と仲いい子たちでまあ俺らの部屋で集まってたんだけどさ、なんつったんだよな、研究生っつってね、俺らの学年、日本側の俺らの学年は、まあ、さっき言ったように40人なんだけど、そこにプラス3人中国とかからの留学生の生徒が3人ぐらいいるんだよね、研究生っていう立ち位置で。でずっと1年間いるわけじゃなくて、最初の 2,3 ヶ月ぐらいだけ同じアトリエで制作したりして、でその山中湖にも一緒に来てたんだけど、そのうちの1人の男の人がいてね、俺らより全然年上で25歳とかだから、まあ、全然離れてるんだけど、ものすごい普段は温厚でもうすっごい優しいの、背も高くてなんかこうかっこいい、かっこもなんだかっこいい男の人なんだけど、その人がさ、まあ、お酒飲むとね、まあ、結構こうなんて言ったらいいんだろうなこうああいう人のことなんて言うんだろうな、別にあれよなんか、ね、暴力振るうとか、なんかそういうんじゃなくて、ただ純粋にもう超テンション高くなっちゃうんだよ、普段すごいまったりした男の人なのに。でもう散々もう騒ぎ散らかして、で俺らの部屋、その人も一緒らの部屋だったんだけど、で、まあ、男はさ男でまとめられるから、俺と、もう2人さっき言った同級生の男の子と、その研究生の人で男の部屋だったんだけど、まあ、そこに俺の仲いい女の子何人かも集まって喋ってたっていう。その研究生の人先にもう寝てて、もう酔いつぶれて寝てたんだけどさ、
でずっとその部屋で喋ってて、研究生の人がさ、まあ普段からそうなのか、その悪酔いしてそうなったのか分かんないけど、寝ながら うなりながらかつパンツ脱ぎ出しちゃって、女の子いるんだけど、フルチンになりだしちゃって、でも急いでみんなで部屋からこう抜け出して逃げ出して、もう壮絶な、もうね、しかもほら美大の女の子で割とおとなしい子多いから、なんかこうもうなんか何が起きたのか分かってないみたいな。で俺らも、俺らですらむちゃくちゃテンパったの。でいきなりだってさ、同じ部屋の男の人が、ね、フルチンになったらビビるじゃん。びっくりしてさ、っていう、まあ珍事件、まあ文字通り珍事件が起きたんですけど、まあ、山中湖の思い出ってそれだね。散々話してこれも下ネタになっちゃいましたけど、でね、そこから、まあ、そこからしばらくイベントってイベントじゃなくて、ただ11月の頭にあるさ、玉美の文化祭に向けて、まあ、ちょっとクラスでこうちょっと動きがあるんだけど、玉美の日本側ね、1年生が毎年焼き鳥屋さんをやるって風習があって、まあ、焼き鳥屋さんじゃなくてもいいんだけど、まあ、なんとなく焼き鳥屋さんをやるみたいな、その流れがあってさ、でも俺らも当然まあやるっしょみたいな流れになって、でもね、ちょっとこの話するとね、ちょっと過去を残すというか、これもしかすると俺のクラスの子が聞いてたら、なんかちょっともうそういう話するみたいな、ちょっと思うかもしれないんだけど、うちのクラス、まあ俺リーダーしてるくせにこんなこと言ってあれなんだけど、まあちょっと文化祭でちょっと若干揉めたりしたんだけどさ、その、この話しない方がいいのかな。まあ焼き鳥屋さんやると。で、なんつったらいいんだろうな、もうお店の外観とかさ、そういうのももろもろ自分たちで作るんだよ。もちろん大まかななんかテントみたいのは学校側がこう支給してくれるんだけど、まあ、その大きさに合わせて、まあ、ちょっとベニヤ板でこう壁作ってさ、店内でなんか椅子とか机とか、まあそういうの全然作んない出し物するところもあるんだけど、まあ、割と俺らの、ね、日本側は毎年それなりにちゃんとしたこう店内の感じ作って、まあ、テーマをね決めてさ、で商品もなんかこうそれに沿った焼き鳥の名前とか飲み物だったりとかするんだけど、俺はね建築班つって、もうまさにその外装だったりとかを決める班だったんだけど、なんつったらいいんだろうな、まあさっき言ったように美大の人ってさ、まあ、割とこうルーズだったりするんだ、多分一般大の人にね、もうみんなまったりしてるからこうルーズなんてよ。でそういうなんか出し物の話し合いとかもなんか全然進まなくて、なんか全然決まんなかったの。でも先輩たちからもすごい心配されてて、で先輩たちも1年生の時に出し物してるから、今年の1年生大丈夫、すごい心配されてて、で俺もさリーダーで一応まあリーダーっぽいこと知ってたけど、なんか俺は俺でものすごいルーズだしまったりしてるからさ、まあ、やんなきゃいけないのは分かってたんだけど、まあ、なんかこう先延ばし先延ばしにしてて、もう全然決まらなくてさ、でその建築班のリーダー決めるってなって、まあある女の子がね、でそれもさ、俺がね、もう俺クラスのリーダーだし建築班も俺リーダーやるよって決めちゃえばよかったんだけど、なんかどうしてもそのクラスのリーダーとかつ建築班のリーダーダブルリーダーってなんか俺しんどいんじゃないかと思ってひよっちゃって、でなんかちょっとね、まあほんとかわいそうな感じなんだけど、押し付けるような形でその班にいた女の子をやはりリーダーになっちゃったんだよ。でもその女の子がさ、そのリーダーのなんかこう重圧みたいのがなんかやっぱあったみたいで、なんか耐えられなかったらしくて、そうなんかこう学校来れなくなっちゃったの。もうほんともうかわいそうな話で、ほんと申し訳ないんだけど、今思えば来れなくなっちゃって、でもその子一応班長だったから、なんかこう書類みたいなもの全部持ってて、それ持ったまんま学校来れなくなっちゃったもんだから、のマジでお話し合いできなくなっちゃって、書類がないから、もうギリギリのギリギリになんとかその女の子、ごめんほんと申し訳ないんだけどちょっと来てもらっていいですか、その書類だけでもちょっと渡してもらっていいですか、ちょっと頼み込んで渡してもらって、でもう俺らでそれ見て、もうなんとか設計もさ、俺らってそのなんか、ね、机のさ設計なんか長さだったりとか、あとその木材とかも業者に頼むわけだけど、そんなやったことないから、もう何も分かんない状態、暗中模索状態で、もうあれこれやってもうギリギリ間に合ってさ、でもなんとかねお店やれるってなったんだけど、あとあと先輩に聞いたら、先輩たち
俺ら出し物やるってもうもはや思ってなかったらしい。あんな頑張って準備したのに、って1年生あ今年やるんだって言われちゃってさ、びっくりしちゃったよね。壮絶なあの出し物っていうかね、文化祭だった。そういう意味では目まぐるしい。あの焼き鳥自体は成功だったし楽しかったんだけどね、いざ始まれば。準備期間はね辛かったね。それが11月の頭か。まあ、11、もうここまで来たらもうあとね、あんま話すことないんだけど。てか話すことないわ。そっから、まあ制作、その文化祭の後にチャボ制作っていう、まあ、チャボを書く課題があって、それが終わり、今度は冬のコンクールっていう。まあ、そのままでね、冬のコンクールですよ。まあ、普通の課題と違うところは、普通の課題はね、美大って、まあ、大体1ヶ月ぐらいの期間が設けられて、この間はこれを書いてくださいと。まあ、さっき言ったチャボ制作だったりとか、まあ、ユリ書いてくださいって言われて、でもその間はもうとにかく、座学以外の時間はもう好きに使ってくださいと、アトリエも。とにかくその1ヶ月後の公表っていう作品を教授に見せて、教授に1人1枚、その1作品ずつのコメントをもらうっていう、まあ、会があるんですよね。まあ、それに向けてまあ制作するんだけど、普段の課題はさ、まあ、例えばユリだったらユリの絵みんな描いて出して、で、各学年担当の教授が2人いて、で、まあ、その人に見てもらって、で、まあ、それで終わりなんだけど、コンクールっていうのは、全学年の教授に見られるわけですよ。そう。で、なんなら、ちょっとその中で優秀な作品が展示されるみたいな。そういうね、まあ、ちょっとやっぱり、節目の、まあ、なんだろうな、定期テストみたいなもんなんだよね。その冬コンがあり、まあ、夏コンもあったんだけどさ、夏コンの話してなかったけど、夏コンもあったんだけど、シャボの後は冬コンと。でも冬コンで僕は、ね、ガガガっていうタイトルの、まあ、自画像を描いて、まあ、あえなく激震したんですけどね。まあ、俺的にそんな悪い絵だなとは思わないけど、まあ、なんかちょっと思うように伝わってなかったみたいで、まあ、がっくしということで。まあ、冬コン終わって、で、本当だったらどうなってたんだったかな。学校にも入れないですよっていうタイミングは別に例年通りだったのかな。あ、そうだね。で、本当だったら3月からまたアトリエ使えるはずだったのに、まあね、コロナの影響でアトリエが使えないと。だから1月の終わりぐらいから、まあ、2月まるまるアトリエ使えなくて、あの試験だからさ、2月の間はたまびの試験、新しい1年生が試験受けてる頃だから、まあ、もちろん学校使えなくて。で、3月から使えるはずのアトリエも、まあ、コロナの影響で使えなくなって、そのまま4月ってどんどん延長してって、まあ、結果学校に入れないまま今に至るわけなんですよ。まあ、今年1年間のね、ざっくりとした僕の多摩美術大学の思い出雑談。今時間どんくらいですか？もう33分一人で喋ってますけど、そんな感じですね。全く何のオチもないわ。まあ、これ本当に思いつきで喋ってたから。まあね、トータルで言えば、もう最高に楽しかったですよ。まあ、僕がね、そもそも学校好きだからっていうのもあるんだけど、まあ、楽しかったです。はい。なんだろう、もう終わりなのかな。まあ、もういいっていう人はもう、ブラウザ閉じてもらって全然結構なんですけど。まあ、ここからこう、だらだらと、この動画が終わりに向かって、収束していきますね。というか別にここで切っちゃえばいいんだけど、なんか惰性で喋りたくなってきちゃったな。終わりにします。はい。ということで、まあ、今回は、私山口学徒の多摩美術大学日本画専攻での1年間の、ふわっとした思い出雑談でした。はい。ご視聴いただきありがとうございます。それでは皆さん、いい、休日、ステイホームを過ごしてください。バイ。